ら息子ガチのプロ野球投手からホームランぶち込む31日北海道ベースボールウィークというイベントで日本ハム2軍と東京六大学野球連盟選抜が北海道エスコンフィールドで試合した。2軍とはいえ1軍経験が多数ある日ハムとドラフト注目の選手を数多く有する大学選抜のガチンコ対決は注目を集めた。中でもプロ通算525本塁打を誇る清原和博氏の長男で慶応大学の清原翔吾選手がプロ相手に豪快な一発を放ち騒然となった。大学選抜1点リードの6回1死1塁4番1塁でスタメン出場した清原が日本ハム山本の137キロストレートを振り抜いた。打球はあっという間にレフトスタンドへ吸い込まれた。最強遺伝子さすがやな。プロ行ってほしいな。中学高校で野球やってなかったってのがえぐいな。顔がいいのはお母さん譲り、野球がうまいのはお父さん譲り、いいとこ取り。もしプロに行ったらマスコミとか殺到して球団が大変そう。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくね。コメント待ってます。